はい。みなさん、こんにちは。えー、今日は、ずつという表現について紹介します。えー、このずつの前には、えー、数量詞ですね。数量詞というのは、まあ、例えば、一人、二人、三人とか、一、まあ、個、二個、三個とか、数を表す言葉ですね。えー、または、副詞がと少し入ることもあります。まあ、大部分は数量詞ですね。一個,個,個、二、え、個、ー、三個。一人、二人、三人。こういう言葉が入ります。 で、これはこの頭痛はですね、どんな時に使うかというと、ものを当分して配るときや、当分というのは同じ数に分けて配る、みんなに渡すときとか、まあ、それから対処するときの単位を表す。も、ね、のを当分して対処するときの単位を表す。まあ、こういうときに使います。ちょっと例文を見てみましょう。ね 席にお皿を2枚ずつ並べてください、ね。一、まあ、人のこの席に1枚2枚、ここも2枚、ここも2枚、2枚、ね、2枚ずつですね。それから、一人ずつ面接を行いますから、名前を呼ばれたら入室してください、ね。面接、何かこう、例えば仕事の採用の面接があった時に、一人ずつ、ね、一人対一人、一人対一人。 ね、えー。順番に面接をします。ね。じゃあ、その時、一人ずつ面接を行います。ね。まあ、それから、新市長の政策によって、減少傾向だった人口は、少しずつ増えてきている。ね。はい、この少し。これは、福祉ですね。福祉ですよね。まあ、少しずつですから、まあ、急に増えてはいませんね。でも、 今年は100名増えました。次の年は300名増えました。400名、500名。少しずつ増えてきている。こういうことで、ずつを使います。このずつというのは助詞なんですが、よく使われる助詞なので、ぜひ覚えてください。大丈夫ですか 例文。面接は一度に3人ずつ行います。おにぎりを2つずつ配りますから、ここに並んでください。できるだけ毎月5万円ずつ貯金しています。毎日少しずつ練習すれば、いつか上手になります。 会話国民に10万円ずつ配る政策が発表されたね。うん。日本に住んでいる外国人ももらえるそうよ。へえ、いいね。僕は外国に住んでいるけど、どうやって受け取るのかなあ、日本に住んでいない日本人は対象外らしいよ。えー、そんな。 thank you